こうに見えた世界。ニュージェネレーションズ、冒険者として活動していた私たちはある日アイドルという存在を知って、そして自分たちもアイドルになろうって決心しました。ギルド美食殿のみんなと緑の部ビニャコラタに協力してもらって、私たち新人アイドルオーディション大会に出ることにしたんだ。レッスンしたり、ゲリラライブしたり、アイドルになるための時間は大変だけど、うん、思ったより楽しかったかな。でも、アイドルになろうとすればするほど、私たちはなんだか変だなって、違和感みたいなものを覚えるようになっちゃったんです。オーディションの本番で知らないはずの歌を歌えちゃった時、ぼんやりとしていた違和感は確信に変わったんだ。やっぱり私たちは何か大事なことを忘れちゃってるって。植木ちゃん、何かいるようです。キシッ、今度はランなのよ。あれって大きい球根、それもすごくたくさんいる。キシッ、私たちはそれから花粉の濃霧の中
町の人々を逃がすため奮戦しましたが、キャルちゃんの姿はどこにもありませんでした。ここまで離れればひとまず安全だと思うんですけど。誰か私の相方を見てない。あの球根のやつ、アイドルのつぼみたちをみんなさらっちまった。なんてこったい。行方がわからなくなっちゃったのはキャロキャロだけじゃないみたい。あの顔のついた球根型の魔物が人々を捕まえて巨大化したつぼみちゃんの内部へ連れて行くのを見たという方もいらっしゃいます。そんな、それじゃあキャルちゃんも植木ちゃんに捕まっちゃったんですか。植木ちゃん、ちょっと気になったんですけど、どうして皆さんはあの魔物の名前を知っていたんですか。それはよくわかんないんだけど、言葉が勝手に出てきちゃったんだ。シブリンとかシマムをなぜかそう呼んでるみたいに。私もだよ。なんだか懐かしいような気がして、あとちょっとでいろいろ思い出せそうなのに。何かきっかけがあれば。あの私さっきちらっと見たんです。もしかしたらきっかけになるかもしれないこと。何を見たんですか、うずきさん。信じてもらえないかもなんですけど、花粉の霧の向こう、植木ちゃんの根元にこことは違う別の世界の景色があったんです。ちらっとしか見えませんでしたが、それでもすごくすごく懐かしい気がして、それで思ったんです。あれってもしかして、今は忘れてしまっているけど、私たちの元いた世界なんじゃないかなって。違う世界、元いた世界。もしそうだとしたらびっくりですね。そういえば前にも違う場所から来たっていう人たちに会ったことありませんでしたっけ、こっころちゃん。ふむ、確かにそのようなことも。であればニュージェネレーションズの皆様、憶測ではありますが、その可能性は低くないかと思います。どうしてコロコロ。審査員を務められていたご婦人によりますと、つぼみちゃんはこの町にずっと昔からあったそうですね。確かにそんなこと言ってたね、あのおばあさん。そのつぼみちゃんが急速に成長して植木ちゃんとなった理由、それはおそらく皆様の歌を聞いたからではないかと私は思うのです。私たちのせい。いや、そうじゃなくて、植木ちゃんが私たちと同じ世界から来た存在だから反応したって言いたいんじゃないのかな。ああ、そっか、ごめんコロコロ。いえ、私も憶測を申し上げているに過ぎませんので。まだちゃんと思い出せないんですけど、私たちの世界ってあんなおかしな植物が生えている場所だったんでしょうか。そうですね、元の植木ちゃんから変質したということも考えられます。皆様がこちらに来て本来の自分を忘れてしまったように。本来の自分か。確かに冒険者としての能力だって以前はあったかどうかわからないよね。ビニャビニャニャ。わっ、ビニャコラタさん、無事だったんですね。ビニャビニャ。
るんでしょう。え、変質者？ビニャコラタ、変質者だったんだ。ごめんごめん、冗談だよ。もしかしたらピニャコラタも私たちと同じ世界から来た存在なのかな。なんだか前に見覚えある気がするし。はい、きっとそうです。ピニャ、ピニャ。さてさて、ピニャコラタさんの無事も確認されたことですし、私たちは植木ちゃんの中に捕まったっていうキャルちゃんを助けに行かなくちゃです。それに他の新人アイドルの子たちもね。事情はわからないけどほっとけないよ。はい、もちろんです。ですが。ですが、なぜ植木ちゃんは皆様を連れて行ってしまったのでしょうか。を見つけないと。とりあえず暗視の魔法を使っておきましょう。ほんとここどこかしら。ん？歌声？こっちからよね。もっともっと練習して上手くならなきゃ。ええ、植木ちゃんを元の世界に返すために。き、何あいつら、やば。わけわかんないこと言ってるし、頭に変なの生やしてるし。さっさと逃げなきゃ。あ、キュー。き、これさっきの感運じゃない。うめまいが。ムーサの町、さっきまであんなに賑やかだったのに。人っ子一人いなくなっちゃってるね。無理もないですよ。植木ちゃんがああしてそびえ立っちゃってるんですから。私たちは植木ちゃんの中に囚われた人々を助け出さなくてはいけないわけですが。厄介なのはあの花粉だね。くしゃみが出るのはもちろんだけど、なんだか魔法の効果もあるみたい。布で口を覆うくらいじゃ防げないですし、吸いすぎると頭がぼんやりしてきちゃうんですよね。困っちゃいます。遠くから矢などを追いかける程度ではびくともしませんね。あの外皮は見かけ以上に硬いようです。魔法攻撃が得意なキャルちゃんが捕まっちゃったのは痛手でしたね。あんまり強力な攻撃で壊したら中にいる人まで巻き込んじゃうから危ないと思うし。困りましたね。迂闊に近づけず
下手に破壊してもいけないとなると、一体どうすればよいのでしょうか。ビンニャー、じゃあさ、歌ってみるっていうのはどう？あ、なるほど。さっきも植木ちゃんは私たちの歌に反応したはずですもんね。ちょっとミオ、ウズキも。それで植木ちゃんがますます大きくなったりしたら、事態が余計に悪化しちゃうでしょ。そうだよね。いえ、いえ、それいいかもしれません。え、おペコさん、植木ちゃんが本当に皆さんの歌で大きくなるんだったら、もう極限まで大きくしちゃいましょう。あの細長くて上の方が膨らんでる植木ちゃんです。大きくなるだけ大きくしちゃえば。あ、バランスが悪くなって、はい、バッターンって倒れちゃったりしませんかね。え、本当にできるのかな、そんなこと。リン様の不安はごもっともですが。でも、なんだか面白そうです。うんうん、考え事してても始まんないし、やってみようよ、それ。しょうがない、やるとなったら本気でいくよ。さすがシムリン。それじゃあ、ミュージックスタート。ちょっと待つにゃ。この声は、あんたらの下手な歌なんて聞いてらんないのにゃ。そうよそうよ。皆様、あそこです、植木ちゃんの口元あたり。キャルキャル、アイドルキャルちゃん華麗に登場にゃー。キャルちゃん、ここからは私たちプロスペリティキャッツのステージなのにゃー。そうよそうよ。左右のお二人は先ほどのオーディションに参加されていた方々ですね。なんだか随分様子がおかしくない？キャルちゃん、どうしちゃったんですか、その格好は。うん、まるでアイドルみたいだよ。みたいじゃなくて、もう私はアイドルにゃ。そうよそうよ。アイドル、キャルも。キャルちゃん、猫系のビーストだからって語尾にニャをつけて猫キャラをアピールするなんて。うん、まんますぎるよキャルキャル、あざとすぎるよ。ちょっとそのイメージが変わりましたね、キャルさん。うっさいや、キャラ付けの一つもしなきゃアイドルってのはやっていけないのにゃ。そんなことはないと思うんだけど。問答無用にゃ。あんたたちなんてこの歌で黙らせてやるにゃ。イエーイ。あああたしの歌で死ねたちの歌声が、衝撃波みたいな圧力を。ニャピニャピニャニャ。ピニャコラタさん、なんて言ってるんですか。魔力のこもった花粉が歌声で増幅されぶつかってきているということですか。キャルちゃん、やめてください。どうして私たちを攻撃
分の歌に聞き惚れて言葉が届いてないみたいだね。見てください皆様、キャル様の、いえ、プロスペリティキャッツのお三方のお体に小さな植木ちゃんが生えてしまっております。あ、本当だ。さっきからキャルちゃんの行動がおかしいのも、私たちを攻撃しているのも、みんな植木ちゃんに操られてるからってこと？そうだよ、操られでもしなくちゃキャルキャルが友達を攻撃なんてするはずないよ。それは事情によるとしか言えませんね。ごちゃごちゃやってんじゃないのにゃ、死になさいキャルキャル。事情は何であれ、早くキャルを元に戻さなきゃ。あちらが歌で攻撃してくるなら、こっちも歌えば向こうの歌をかき消せるかもしれません。そうだね、もともと歌ってみるつもりだったんだもん。やってみよう。つまり歌による戦いということですか。ライブバトルですね。私たちのステージ見ててよね。歌なら手加減はしないよ。全力で頑張ります。返り討ちにしてやるのにゃ。そうよそうよ、キャルキャルキャルルフルパワー。歌なら歌でかき消せるかもって思ったんですけど、そう簡単じゃないみたいだね。でもまるっきり無意味ってわけでもなさそうだよ。何かあと一つきっかけがあれば。皆様苦戦しておられる模様です。何か私たちにできることは。コッコロちゃん、ニュージェネレーションズの皆さんを応援しましょう。はい、ピニャコラタ様も。ピニャが湧いてくる。あとそれからなんかわかんないけど、すごい力も湧いてくるよ。この勢いで押し切っちゃいましょう。うん、せーの。ごめん、まさか歌で吹っ飛ぶなんて思わなかったよ。ですがニュージェネレーションズの皆様のおかげで、キャル様たちに付着していたミニ植木ちゃんが外れました。はい、これならきっと。
わかりますか？あなたの大親友のペコリーヌですよ。はぁ、勝手に親友になってんじゃないわよ。ふざけんなバカ。あ、キャルの語尾、ニャがなくなったね。よかった、キャルちゃん元に戻ったんですね。何のことかしら。私ニャとか言うキャラじゃないし、覚えてないわね。アイドルキャルちゃん華麗に登場ニャー。キャルキャルーン。やめろー、殺すぞ殺すぞ本当に。ごめんごめん。もう本当、どうして私ばっかりこんな目に。キャルちゃん、混乱気味なところにすみませんけど。植木ちゃんにさらわれてから一体何があったのか聞かせてもらっていいかな。キャル様と一時的にユニットを組んでいたプロスペリティのお二人は気絶してしまっておいでです。お怪我などはないようですが、話をするのは不可能かと。というわけで、キャルちゃん、一体どうしてあんなことになっちゃったんですか？それは、あれよ。あれって…あ、植木ちゃんの根元に、拳台の穴が開いて、そこだけ景色が周りと違いますね。空間が歪んでいるのでしょうか。これってさっきシマムーが見たっていうやつ？どれどれ。四角い石の建物があって、本当にこっちとは全然違うみたいですね。ねえミオ、ウズキ、この街並みって私たちの街だ。間違いない。ちゃんと思い出せないけど絶対そうだよ。ピニャーピニャーピニャー。ここを通ればあっちに帰れるのかな。でもこの穴すっごく小さいですよ。私たちもですけど、ピニャコラタさんが通り抜けるにはかなり大きい穴じゃないと。にゃー、かなり大きい穴じゃないとウズキのお尻も通れないでしょうね。私そんなに大きくないです。まあ現状ではこの中で一番小柄な私でも潜り抜けることができない程度です。皆様が帰りたいのでしたら穴を大きくするしかありませんね。そうね。でそれはこの植木野郎の目的でもあるらしいわ。じゃあ植木ちゃんもあっちに帰りたがってるってことでしょうか。みたいね。でも現状だとエネルギーが足りなくて、その大きさの穴を開けるのが精一杯なんだって。エネルギー？もともとはどうかは知らないけど、この世界での植木ちゃんはライブでのお客さんの盛り上がりがエネルギーになるらしいのよ。そうなんですか？お客さんの盛り上がりが力になるなんて、まるでアイドルみたいですね。まあ私たちと違って植木ちゃん自身がライブするわけじゃないけどね。そもそも鉢植えですからね。あ、じゃあ植木ちゃんが新人アイドルの皆さんをさらったのってもしかして。そう、盛り上がりのエネルギーが欲しくてもあんたたちニュージェネレーションズだけじゃ一度に盛り上げられる人数には限度がある。だから少しでもアイドルになりたいって思ってる子たちを魔法の花粉で操って集めて育てて、より多くの人を盛り上げようとしてたみたいね。
私たちが囚われた皆様を救おうとしたので、操られたキャル様たちはその邪魔をしようとしたわけですね。今の話が本当だとしたら結構とんでもないね、この植木ちゃん。とぼけた顔してさ。まあ疑う気持ちはわかるわ。私だってこいつに操られてなきゃ今話した事情を知ることもなかったわけだし。ところで気になったんですけど、キャルちゃん。何を？今少しでもアイドルになりたいって思ってる子たちを集めてって言ってましたよね。あ、それじゃあキャルキャル、なんとアイドルになりたかったのですか、キャル様。え、そうだったんですか、キャルちゃん。いや、違わないかもしれないけど、ちょっとよ、ほんのちょっとだけだから。っていうか、私くらいの年の女の子なら普通アイドルみたいに綺麗な服着てチヤホヤされたいって思うでしょ。少しくらいはさ。あまあ、そんなに簡単なものじゃないけどね。いやいや、私にはわかるよ、キャルキャルの気持ち。もともとアイドルだったリン・ミオ・ウズキはともかく、ペコリーヌ、それにコロスケ、あんたたちはなんで球根ちゃんに捕まらなかったわけ。アイドルになりたいとか全然思わなかったってこと。私は主様の従者であることが全てですから。もちろん主様がお望みとあらば、アイドルと従者の二足のわらじを履くこともやぶさかではありませんが、私もお家を継ぐことが第一かなって。綺麗な服は着慣れていますしね。あ、もちろんアイドルに興味がないわけじゃないですよ。下手な慰めするんじゃないわよ。うわ、もうあんな植木野郎、赤っ恥かかせやがって。やっぱり攻撃魔法で焼き尽くしてやるわ。お、落ち着いてください、キャルちゃん。そうだよ、さっきの猫キャラアピールもすっごい可愛かったよ。うんうん、まあ私は犬派だけど。それに植木ちゃんを焼き尽くしちゃうとニュージェネレーションズの皆さんが元いた場所に帰れなくなっちゃうかもですよ。ねえ、ウズキ、ミオ、やっぱり向こうに帰りたい？わかんない。だってまだちゃんと思い出せないんだもん。でも何かあっちでやるべきはずのことがあったような。うん、何か大事なことの直前だったような、そんな気がする。よし、それじゃあ帰る方法探しましょうか。そうだね、向こうで心配してる人がいるかもしれないし。うん、もうこっちに来れなくなるって決まったわけじゃないし、忘れちゃってることもちゃんと思い出したいです。自分たちが本当は何者なのか。皆様がそう望まれるのでしたら、私たちももちろん協力させていただきます。しょうがないわね、こうなりゃ最後まで付き合ってあげるわ。いいですよね。頼りにしてるよ。そうと決まれば。あ、どうすればいいのかな。キャル様からの情報のおかげで、すべきことはだいぶ明確になったように思います。
要はあの空間の穴を人が通れるくらい広げちゃえばいいんですよね。そのためには植木ちゃんにエネルギーをあげること。植木ちゃんのエネルギーはアイドルのライブを見たり聞いたりした人たちが盛り上がる時の感情なんですよね。理屈はよくわからないけど、みんなを盛り上げたらエネルギーになるっていうのは気に入ったかも。けど私たちだけじゃ人数が足りないから新人アイドルを集めてたんだよね。操られた人たちをそのままにするのは良くないですよね。その人たちをちゃんと助けるとして、他に何か手段があればいいんですけど、よりたくさん多くの人に私たちの歌を聴いてもらえるような。聞こえてる？はい、こちらギルドカーリ協会です。しっかり通じていますよ、美食殿の皆さん。オッケー、カオの方はどう？はいな、こっちにもはっきり聞こえてます。よしよし、他のところも大丈夫みたいね。10カ所くらい同時に通信魔法をつなげるなんてできるかわからなかったけど、なんとかなるもんだわ。わあ、ギャルちゃんすごいです。今遠くのギルド管理協会さんたちと会話してるみたいに、ライブの音をそのまま通信魔法で送ってもらえれば、いろんな街に私たちの歌が届けられるんだね。こんなこと可能なんだね。でもかなり魔力を使うんじゃない？キャルは大丈夫？余裕よ余裕。あんたの強化ってこういう使い道もあるのね。君もありがとね。ギルド管理協会さんだけじゃなく、知り合いの子みんなに声をかけてくれて、あっちこっちの街で用意をしてくれて、これって君の人望がなければできないことだよね。本当にすごいよ。ヒューマンのメイドの子、エルフの魔法使い、魔族の先生に、ビースト族のお姫様に、探偵に、吸血鬼まで、みんな女の子なのはちょっとびっくりしたけど、本当にすでに交友関係は把握しているはずの私もびっくりでございますよ、主様。あ、カリン様にはギルド管理協会のコネクションで各町でビラを配るなどの宣伝活動もお願いしています。ムーサの町のオーディションで優勝した新人アイドルたちによる記念すべきファーストライブって歌い文句ですよ。しかも
各町に同時に歌をお届けする世界初のライブチューニングですから、これは大盛り上がり間違いなしですね。なんだかすごそう。ここまでしてくれたんだし、期待には応えないとね。なあ、あんたたち。あ、審査員のおばあさん。事情はよく知らないけど、ライブするんだってね。ならこの音響版を使っておくれ。オーディションで優勝したあんたたちのための新しい曲さ。ありがとうございます、おばあさん。うん、いい曲だね。頼んだよ、あんたたち。今はこんな騒動になっちまってるが、私にはあのつぼみちゃん、いや植木ちゃんが悪いものだとはどうしても思えなくてね。任せてください、おばあさん。植木ちゃんは私たちが絶対どうにかしますから。いやいや、悪くないって。私操られてたんだけど。主様、植木ちゃんですが、現在も時折活性化し、花粉や球根ちゃんを放出しています。あんまり迷惑かけるようだったら攻撃を入れておとなしくさせましょう。でかいだけあって頑丈だから簡単には折れやしないでしょう。困った植木ちゃんはお尻ペンペンですね。皆様、まもなく開演のお時間です。外のステージにはお客さんたくさん来てますよ。通信魔法を使ったライブチューニングも準備 OK よ。他の町の広場にも暇な連中がたくさん集まってるって。わかりました、ありがとうございます。そっか、そんなにたくさんの人が私たちの歌を聴いちゃうのか。みよ、顔に楽しみって書いてあるよ。バレちゃった？そうですね、私もとっても楽しみです。ん、うずき？シモム、どうしたの？あ、なんだかおかしくて。何がでしょう、うずき様。だってちょっと前の私たちはあの村の人たちに向かって歌うのも恥ずかしかったのに、今では会場いっぱいのお客さんと遠くの町のお客さんにまで聞いてもらえるのをこんなに楽しみにしてるだなんて。そうだね。でも前はもっともっと多くの人に私たちの歌を聴いてもらってたような気がするよ。じゃあもしかして私たちってすごいアイドルだったのかもね。きっとそうですね。ピニャ。あ、ピニャ。レッスン、最後まで付き合ってくれてありがとね。うんうん、本当、ピニャと君がいてくれて助かったよ。ペコリーヌちゃん、コッコロちゃん、キャルちゃんもここまで本当にありがとうございました。とんでもありません、皆様のお力になれて嬉しかったです。このライブが成功しちゃったらもう皆さんの歌を聴けないと思うと寂しいですけど。練習も含めたら随分たくさん聴いてもらったね。せっかく私たちがここまでお膳立てしてあげたんだから、本番で緊張して失敗しましたとか勘弁してよね。大丈夫大丈夫、任せて。
ピニャコラタさん、大舞台に出る私たちにアドバイスとかありますか？ニャビビニャビニャニャ。え、何それ。まあまあ面白そうじゃん、シブリン。そうですね、最近は美食殿の皆さんがいろいろ教えてくれたおかげで美味しいご飯をたくさん食べられましたし。じゃあ何にしようか。最近食べたものといえばグリフォンの手羽先とかキラービーの蜂の子炒めとかスライムのゼラチナ丼とか。ちょっと、そんなゲテモノ叫びながらステージに上がるとか失敗しても知らないわよ。そうでした、好きな食べ物でしたね。私はおにぎりが好きです。ほかほかご飯のおにぎりは最高です。ジュルン、好きな食べ物、好きな食べ物、チョコレートとか生ハムメロンとかフライドチキンとか。皆様どうなさったのですか。全然思い出せなくて散々悩んでたのに。こんなので自分たちのことを思い出しちゃうなんて変なの。ニュージェネレーションズの皆さん、こんな途端まで記憶が戻ってきちゃったんですか。ちょっと、もう大変よ。ちゃんと歌えるの。はい、どんどん任せてください。そして見ていて、美食殿のみんな、私たちのこっちの世界での最後のステージ行ってきます。そうだ、やっと思い出せた。私たち普通の女の子で、アイドルで、ニュージェネレーションで、そして私たちシンデレラガールズです。どんな冒険もみんなが一緒なら大丈夫。信じててね。
行っちゃいましたね。行ってしまいましたね、ピニャコラタ様も。そうね、ま、無事に帰れたらいいんじゃない。で、もうちょっとしんみりしましょうよ、キャルちゃん。まあ、そりゃ私だってちょっとは寂しくないわけでもないけどさ。それより今回の依頼って実は相当儲かったんじゃない。え、そうでしたっけ。だってほら、あいつらがこっちに置いてった荷物とかライブの上がりとか私たちのもんなんだし。そうでしょ。キャル様、お気の毒ですが、そうしたお金の使い道はニュージェネレーションズの皆様から託されておりまして。ムーサの町の復興資金と次回の新人アイドルオーディションの賞金としてもう渡しちゃいました。わー、こんだけ苦労してあんなに恥ずかしい目にあったってのに。それじゃあまた骨折り損みたいなものじゃないの。ニュージェネレーションズの皆さんの歌を記録した音響版はすっごく大事な宝物ですけどね。ふむ、キャル様、賞金でしたら次回のアイドルオーディションに優勝すれば受け取ることができますよ。あ、なるほど、キャルちゃんが一人でアイドルするのが心細いって言うなら私たちもユニットを組んでやってあげますよ。キャルキャルーンでございます。やらないわよバカ。さんもさっきまで隣の部屋で VR のゲームをしてたみたいですよ。え、そうなんだプロデューサーも寝落ちして変な夢見てたりしてね。でも変でしたけど不思議な夢でした。うん、そうだね。初めてお客さんの前に立った時のドキドキとか、みんなで試行錯誤する時の楽しさとか、それに初心っていうのかな、そういうの思い出せた気がするよ。うん、せっかくいい曲をもらえたのに夢だったのは残念だけど。あれ、見てください、二人とも、今日のセットリストに追加されてるこの曲って。え、これもしかして夢の中でオーディションに優勝してもらったあの曲じゃん。でもなんでここに。夢だって思ったのに。夢は夢じゃ終わらなかったんですね。
気があった。